はい、皆様こんばんは。1月25日月曜日、しゃべくり真っ白の時間274回ですね、やってまいりました。今日の真っ白はですね、朝から寒くて、まあ、全国的に寒いっていうことはありますけれども、真っ白もね寒くてですね、結構曇っていましてですね、街歩きセンターも結構寒い今日一日でしたですね。今日のゲストをご紹介いたしますけれども、真っ白町西条にありますね、長野市立西条小学校、ここへお勤めのですね、評論の西澤先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あと先生はですね、総合学習で生徒さんからいろんな提案を受けてですね、西条真っ白西条かるたを制作したという形で、今日はそのお話をちょっと聞かせていただきたい。よろしくお願いします。よろしくお願いしますね。その前にちょっとまた西条小学校とはどこら辺にあるのかっていうのはちょっと私がご紹介いたしますね。ですね、町歩きセンターが今ここにありましてですね、これからですね、そうですね、郵便局のちょっと手前に、真っ白支所ってとこあるんですが、それもどん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 上がっていっていただく。そうすると神田川があるんですが、神田川のそばにですね、まあこれ神田川とこの道路の間に六甲社っていう看板があるんですけどね、そのちょうど下へ行っていただくと中村神社ってのがあってですね、その南側に西条小学校がございます。この中村神社っていうのはですね、昨年善光寺へね、エコー柱を出した、ところの神社でございますね。その近くに西条小学校があるという形でございます。ですね、先生、はい、西条小学校は今現在何人いらっしゃるんですかね。西条小学校ですけども、はい、児童数が62名。62名、はい、全生徒だね、はい、先生は教諭は16名という形で、ね、小規模校になります。なるほどね、はい、はい。ですね、これ校歌ですね、はい、これ浅井さんって書いてあるんですけど、そうですね、校歌に関しましては、うん、信濃の国で、はい、作詞をされた浅井先生が同じように本校の校歌を作られました。はい、はい、あと学校のですね、はい、これ何ですかね、目標っていうんですかね、はい、今教えていただいて、まあ、こちらにありますけれど、そうですね、私たち西条小学校、これグランドデザインと申しますが、うん、学校教育目標としまして、はい、一番のところはふるさと西条を誇れる子どもと、うん、いうことを言ってらっしゃる、ね、考えております。優しく、うん、賢く、たくましくです。はい、この3つっていう形ですね。はい、はい。先生は、西条小学校に来られて何年経つんですか。はい、この3月を迎えまして、ちょうど3年目が3年目です、はい、終わるところです。その前はどういう形ですかね。まあ、教員になる前とか教員になってからとかって、まあ、この西条小学校に来る前は、私はずっと教員をやっておりまして、はい、前任校は長野市の中条というところで、中条小学校で教員をしておりました。はい、まあ、向こうのあれはどういう感じでした。やっぱり同じぐらいの規模なんですか。そうですね、中条小も小規模校、小規模校、はい、50人60人の小さい学校でした。なるほどね、はい。でこれ、まあ、西条小学校に来られた時の先生 の、この思った感じというか、どういうふうな感じがありました。そうですね、3月西条小学校に来ることが分かったのが、ええ、まあ3月の頭ぐらいだったんですね。でその時に私このエリアを歩きました。松代の町の中を、はい、宝物館、松代城、うん、横立て、それから真田て、はい、あと象山近後の方も行ってきました。ね、非常に観光地があるところだなとは感じました。はい、まあ、松代はまあ歴史文化が、ね、多いところなんですよね。そうですよね、はい。まあ、そういった点では、ね、はい、先生見ていただいてよかったなと思いますけども、あ、はい、まあ、これを踏まえて、はい、なんか総合学習の時間に、はい、なんかやりたいなというお話でしたよね。そうですね、はい。でそういった時に、どういう形でやられたんですか。そうですね、うん、子どもたちなんですけども、うん、西条の子たちはあまり地区の話、はい、地区のことを知らなかったんですね。学校の周りに、私の方から子どもに聞いても、学校の周りにあるお寺さんは何って聞いても、うん、よくわからない、うん、有名なとこは何って聞いてもあまり語ることができなかったんですね。なるほどね。なので先ほど本校の目標がふるさと西条を誇るというところにはちょっと行ってなかったんじゃないかなと思いまして、私はまず地区を
西条地区そして松代地区を知ろうというところから私学習に入りました、うんうんうん、はい。じゃあこの結局はそれがあれですかね、あの新聞っていう形になるんですかね。あ、そうですね、あのいろんなとこ回ってきまして、うん、まあ、これも取材なんですね。取材やってますね、うん、これはあの松あの子供新聞コンクールって新米さんで出せる新聞コンクールで作った作品な、ね、トロール新聞となっています、うんうん、これもやっぱりあれですか、きっかけ作りみたいなんですかね。これそうですね、学校の周りを歩くというところでやってきました、ね、うん、これは与田養蜂店さんにお願いをしたところです、うんうん、で例えばここに写真がありますよね、はいはい、で子供たち養蜂ということは全く知らないわけです、うん、与田養蜂店さん何やってるか知らなかったので、うん、お願いをしまして、うん、あのネットをかぶって、うん、そして、実際に巣箱に大接近してるんですね、うん、子供たち、ね、最初はコワゴワやっていた子供なんですけれども、うんうんうん、あ、だんだん与田さんにくっついて、うん、いい勉強をしてましたね、これが8、すごい数だねなんてお尋ねしてました ね、はい、あとこういう別活をしてましたね、うん、これは六甲社新聞といいまして、うん、先ほどあのお話がありましたように西条小学校のそばには六甲社というところがあるんです。そうですね、はい、で六甲社というのはあの富岡製糸場のとこであの勉強しました、はいはい、横田 A が開いたものですけれども、これもやっぱり松本さんという方に、うん、あの地区 の郷土史家の松本さんにインタビューをしまして、はい、あのこういう新聞作りました、うん、なるほどね、はい、こちらの方の新聞ですが、これはあの西条小学校の近くに警察学校がありまして、ね、うん、ありますね、そういうところで取材をしたものです。はい、はい、なるほどね、はい、じゃあこんなところ、はい、いいですね、はいはい、じゃあこれを踏まえてという形ですね、はい、で子どもたちはどういうあれですか、あの、うん、こと下級生たち在校生たちにも西条のことを知ってもらいたいと、うん、そういう形でカルタを使いながら、はい、あの知ってもらいたいな、ふるさとを知ってもらいたいなという気持ちがあって、うん、カルタ作りをしました。このきっかけはこれ、はい、きっかけはこのホイササさん、うん、あの松代カルタさんというのがありまして、うんうん、これを参考にこれでもって遊んだって遊んだんですね、これで、ね、松代カルタっていうので遊びまして、はいはい、だったら西条のカルタも作ってみようというのが発端でした。あ、なるほどね、はい、はい、まあ、あとこれ今先ほども言った新聞は終わって、じゃあこのカルタでって、まあ、これで元はこの絵を描くっていうことなんですか、はいはいはい、これも先生先ほど言っていろんなとこ回って歩いて絵を描くう、そうですね、あの実際にはその場では描けないので、うん、保護者の方にお願いをして写真を撮ってもらって、はい、そのをデジカメで見ながら実際に絵を描いたわけですが、うんうんうん、あの細かいところまで非常に描いて、うん、色塗りも2回3回描きなさいっていう子たちを出したので、かなりそうだね、これ見るとね厳しいっていうか、はいはいはい、いい作品になってます ね、 そうですね、これはあのこれ、64回の長野県児童美術展、はいはい、これも入選っていう形です ね、 ですね、これは長国寺になってます、うんうん、でこちらの方は狛犬だね、狛犬中村神社の狛犬を描いたものになってますね、まあ、これもこういった形でね、はい、ですね、はい、また後で、はいはい、これはあの松代藩の文部学校、はい、ここに書いてありますけれども、これもカルタになっていくわけですね、うん、はい、いいでしょう。でこれもこれがすごいよね、すごいですね、これは長野県の、かなり上位の方に入った作品ですけれども、うんうん、もう全部色違いますね、そう、明徳寺さんです、同じ茶色でもね、はい、茶色もこれ作るのが大変で苦労しました、うん、なるほどね、はい、この辺学生さんだったら今まで、何年と何年生やったって言いましたっけね、5、6年で書いてるんです、5、6年で書いてるんだね、はい、はい、はい、でいよいよカルタに入っていくわけです、ここで作成したものが原画になりまして、原画になってこういう形になってきました、これもまたすごいですね、版画も入ってるとかってね、ああ、これはどういうあれなんですか、5、6年で書いていたので、46枚描かなきゃいけませんので、描かなきゃいけない、でこれほど気合を入れて、あ、先ほど紹介した絵だととても時間がかかってしまうので、うんうん、5、6年の時に描いた版画とか、はい、それから、ポスターとか全部活用しながら絵札を作っていったわけです、なるほどね、ちょっと大まかなところを説明しますと、うんうん、はい、例えば、宝泉寺、はいはい、ここにありますね、はい、宝泉寺、こっちですね、下のところですね、ちょっと、はい、じゃあお願いします、はいはい、宝泉寺
お猿の籠屋が有名です。宝泉寺にはあのお猿の籠屋があるんですよね。そうですね、はい、例えばこちらの府の方は、うん、ふるさとは有名人いっぱい町白町みたいな感じ、うん、そうですね、うん、こういう名前とかね、はい、あれやるにはどういうふうな形でやられたんですか、ね、最初に絵をあ46枚描きました、はいはいはい、その後に子供たちにいろんな候補を描かせたんです、うん、あのこういう大事にしてみたらでそういうのがいっぱい集まってきまして、はいはいはい、そこでやっぱぶつかりますよねバッティングしてしまうので、うん、そこで子供たちが相談しながらどんどん、うん、あの決めていったわけですが、うん、一番大変だったのが乱用でした。ラリルレロの言葉がなかなか入らなかったんですね。それで一番あの難しかったのはロだったんですね、うん、このロックロです、はいはい、でこの言葉は六校舎技術伝える横田 A っていう先ほど六校舎の学習をしていたのでこの言葉が先に出てきました、うん、で子どもたちこのやつを作るのに非常にあの絵がなかったんです。実を言うと、はいはい、この写真を私の方であの西条小学校の教材室見つけまして、うん、それを探して子どもが僕描くから先生いいよって言ってくれたんですよね。そしてこの絵ができて、うん、このやつができてラリルレロのロが一番片付いたわけです。でここにあるのはあのまた違う現在に名前を残す佐久間象山これは象山近郷あ象山神社神社のね、はい、あと踊りを描いたです、うんうんうん、これもかなり苦労してました。そうだね、この隣これがすごいじゃないですか。またこれもすごいですよね。海禅寺のあのね共同、はい、海禅寺共同に関しても最初にこの絵は先にお寺さんを描いて、うん、その上にしだれ桜を全部重ねていったという形で、うん、すごいね、すごく手間をかかって、うん、でも頑張ってよかった。よく忍耐あるなと思って、はい、でこれも鳥居がありますよね、うん、白鳥神社の絵があるという形に、うん、私ね見たのこれんってのはどうなんなと思ってうまくあれ、うん、うまくやってるなと思って、そうもうなかなか苦労しましたね。今もこうやって探してて、はい、んってのはないからおかしいなって、ね、ちょうど黄色くちょっとあれして、はい、なるほどねと思ったんだけどね、はい、では最後にこの八代線のことを紹介しますが、はい、八代線駅舎はそのまま松代駅と、はい、多分これ多分小学校1年生2年生は何のことかわからないと思うんですよ。だけどあそこに残ってる駅舎は、うん、かつて真っ白を走っていた大事な電車の駅なんだよ、うんうん、こういうのはやっぱり地域に、ね、あの住む子供にとっては大事な情報だと思います。そうですね、はい、だからこれ載せました、うん、はい、なるほどね。まああれですかね、この先生これカルタ作って、はい、子供さんっていうのはどういうあれになりました？子供たちは自分たちがこうカラタができるって最初イメージが湧かなかったんですよね。ただし絵ができて文字ができていく姿を見てあなんとなくできそうだぞっていうような形がだんだん盛り上がってきましたね、活動が。で最終的には、はい、すいませんこういう形で、はい、全校で完成したカルタで、うんうん、遊んだの？はい、遊びました。で子供は何を言ったかと言いますと、うん、あ僕たちが作ったカルタがこうやって全校で遊べるなんて嬉しいと、うん、1枚読むごとにこんなすごい絵がすごい描けるのっていうふうな形で喜んでくれたと。なるほど、ね、言葉もすごいねっていうわけですよね。僕は嬉しかったって言ってましたね。でこれから僕たち卒業するけれども、うん、これからずっと西条小学校のみんながこのカルタで遊んでもらえばいいし、うん、地域の方もこのカルタ遊んでくれればいいなっていうふうに言ってました。あ、なるほどね、はい、まあ、結局先生もそれも目的だ。そうですよね、地域の方にも知ってもらいたいし、うんうん、子どもたちにも知ってもらいたかった、うん、なるほど、ね、はい、それがやっぱり最終的にふるさとを誇れる子どもってつながっていくと思います、うんうん、まあいいことだと思いますね。 ありがとうございます。あと、まあ、先生が思う描いているということで、はい、まあ、そうですね、最後パネルにしていただきましたが、はい、総合学習に対して常に心に留めておきたい4、はい、あの3点になりますが、一つやっぱり教師自身がふるさとを知る努力をしなきゃいけないなと思います、はい、2番目教師がふるさとの中で興味や関心のある事柄をつかんでおくことというところ、うん、3番目、はい、子どもたちの発達段階を考慮し何に興味や関心を持っているかつかんでいること、ここら辺が大変重要だと思います。なるほどね、はい、はい、分かりました。まあ、今日はほんのちょっとの時間でいろいろと聞かせて、ね、本当はもう少し聞かせていただくと楽しいなと思うんだけど、ね、20分でも30分で話したいところですが今日はどうも本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。
田さん、はい、すごい、すごいですね、素晴らしい。あれね、子供たちが作ったら思えない、うん、もうね、うん、あれは大人が作った写真じゃねえかと思って。いや、素晴らしい、いいね、あれ子供たちのいい記念になるね、うん、いい記念になると思う、素晴らしい、うん、いや、あれ先生の思いがすごく分かった、うんうん、素晴らしかった、よかったでしょう、うん、よかった。ということで、お知らせは、お知らせで、はい、まあ、パスして、あ、パスして、あ、今日はないの、今日忘れたんですよ。はい、わかりました。ということで、今日はお知らせなし、はい、なしで、はい、じゃあ来週ね、はい、来週はですね、はい、あの NPO 法人夢空間、ね、はい、マスルの街を心を育てる会がね、うん、一応発足15年目をこれ迎えるっていうことでね、うん、その取り組みなんかをちょっとお話聞ければいいかなっていうふうに思ってるんです。はい、15年になるんだ、ね、そんな形でね、今まで60歳のが65歳では違うね、60歳、75歳、そうだね、当たり、はい、そういう形だね、はい、悪いね、結局ね、うん、そういう形で今動いてるので、うん、そういったお話をね、うん、現在と、うん、前と比べてやっていければいいかなと、ね、15年あれ本当に苦労したでしょうね、うん、だと思いますけど ね、そういうお話をねちらっと聞きたいなと思います、うん、はい、15分で大丈夫ですか、え、15分で大丈夫ですね、収める、なんとか頑張ってみます、ね、はい、はい、15分で収まりたい、はい、そんなこと、それでは、夢空間のね、はい、ご苦労された話を、はい、じっくりお聞き、はい、15分だけで、はい、お願いしたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、それでは来週しゃべくる街をどうぞお楽しみに、お楽しみに。